今回ですけども PS5 のスキンシールを購入したのでこちらを紹介したいと思います。いわゆるデコレーションですが本体の保護としても使えると思います。 Amazon 等でも大量に売ってましておしゃれなものやかっこいいものまでたくさんあると思います。中華大手サイトのアリエクスプレスを見ていたらなかなか面白いものを見つけたので今回はこちらを購入しました。送料を入れて1247円。相変わらずですが曲がった梱包で届いてます。大丈夫なのかな。でこのデザインは何かと言いますと PS5 本体のカバーを外した状態のデザインとなってます。いわゆる PS5 を裸にした状態。今からカバーを外して貼ってみるのでその辺もね比べてみようと思います。結構折れ目ついてますね。ビニールなので貼れば目立たなくなるとは思いますがこんな感じでこれで全部です。では PS5 本体のカバーの方をね外してみたいと思います。まず PS マークのある側を手前に持ち上げます。この部分を少し持ち上げながら下にねスライドさせれば貼れます。反対側も同じで PS マークはないですが同じ側を持ち上げて下にねスライドさせます。こんな感じです。色は違いますがデザインは同じですね。まあシールの状態はとてもね新品には見えないけどね。ファン周りの掃除などをするときはこんな感じでねカバーを外せるのでご参考にしてください。ではね貼っていきます。厚手の丈夫なシールなので貼り直しはね可能だと思います。ある程度貼るのを失敗しても大丈夫だと思います。はい、こんな感じでね、綺麗に貼りました。全体的な大きさは1ミリ程度ね、小さめにできてますね。若干ですが、隙間ができます。まあ、この辺は仕方ないですね。ではね、こちらも貼ります。カバーが曲がっていることもあるのですが、最後が大幅にずれますね。ちょっとこれまずいので、一度ね、剥がしてみたいと思います。こんな感じで適当にね、剥がしました。こっちのカバーはちょっと難しくて、うまく貼れないかも。ちょっと隙間を空けた状態で貼ってみます。
はりカバーが歪んでいるので思うようにね貼れないですね。こんな感じで少しね隙間の方がね均等ではないですが、まあ綺麗に貼れてますね。この辺の艶消しのシールはね、結構見栄えの方がいいと思います。まあ、綺麗に貼りますね。カバーをはめ込んで、コントローラーはこんな感じ。はい、完成となります。まあそこまでリアルではないですが、クオリティの方はまあまあですね。まあ保護にもなるので、このまま設置してね、使いたいと思います。はい、こんな感じで PS5 のスキンシールのレビューとなります。いろいろなデザインのシールが売っているので興味の方ありましたらぜひねご参考にしていただければと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。